あ,あ、テーステース。聞こえますかなんだろう勝手に落ちちゃったな。聞こえるみんな、声。聞こえます直ったなんだったんだろうなんか、あの、ふわっち側の問題っぽいね。なんか、ぶつって落ちちゃった。おはようございます。おはよう。おはようございます。 なんかブツって切れちゃった。聞こえるいや、よくわかんないんだよね、もう。いや、俺のアンチってあんなのばっかりだよ。わかるあんなのばっかりだよ。アンチコメント書いてるやつって。言って、何言ってるかわかんないでしょ、もう。まあ、絡んでくるなって話だよね。全然何を言ってるのか全然わかんないんだよ。うん。うん。 もうただ、突っかかってくるだけだからさ、どうしようもないよね。いや、突ひどすぎるでしょ。まあまあ、僕の放送とか僕に自身に対して言いたいことがある人があったら、音量のバランスはどうだったの音量の設定はあれでよかったみんな。大丈夫だった音量の設定。大丈夫だった話になんないよね、本当に。 ああ全然全然。北海道の人みんないい人いる。え、なんだっけタクシーって北海道だっけうん。まあまあ、一応最後まで話を聞いてみようよ。最後まで。うん。まあ、上がりたい人いたら上がってきてください。うん。上がりたい人いたら上がってきてください。ちょっとなんか不具合で落ちちゃったんで、あのー、コラボでね、言いたいこと聞きますよ。うん。一人ずつ上げてほしい。いいよ。まとめてでもいいじゃん。うん。 まとめてでも一人ずつでもいいよ順番でねまあまあコラボ枠だから最大6人まで入れるんでそれはまあ空気読んでやりますよ空気読んでまあ空気読んで落ちるのも普通だしだからそれができないと配信者じゃないから、うん、全部トータルでやっていくもんだからもしもしいいあもしもし要点をさ 突然落ちたんだけど要,要点をまとめてて言って、うん、だからあのね、この間言った自衛隊の話さ。だから自衛隊の話はお前が辞めたんでしょ辞めたんじゃなくて、侮辱したぞって国、国を。国を侮辱してないけど、俺。だから配信見てみろって話だって、この間の。配信見てみろって、だからどこをど配信履歴見たら分かるだろって、分かんねえって、だからどこがどこを侮辱したのか、具体的に言えって、ね。ってお前が、国は終わりだろって言ったぞって。 それお前を雇ったら国が終わりだっつったの俺雇ったなら言ってない雇ったのら一つも言ってないよ何か見てるんだわそれお前は分かってないの、うん、そういうことがだからもう一回見直してる純さんいらっしゃい純潤さんいらっしゃい棒読みかなえっとエコーかかってますね棒読みは聞こえないですけど純潤さんなんかエコーかかってるし聞こえないです声が 了解です、ね。はい。落とします。ありがとうございます。はい、で、何。だから録画見てみろって話だって。見ないよ。なんで見ない?。自分のやったら。面倒くせえから、時間ない。お前と違って暇人じゃねえんだわ、こっちは。バレるからだろそれ見たら。何バレるからって、どういうこと?。お前言ったことが、あ、あれだろ?。いや、みんな録画見てるから、みんな知ってるわ。お前が頭おかしいのも、お前が言ってることわけわかんない。みんなそう言ってんの。 どこに売ってるいやお前乾杯だよって書いてあるじゃん十三号さんのコメント見てみろよ、うん、まだいいのかって言われてるじゃん書いてあるだろ何が乾杯なのよってだから言いたいのいやだからもうお前は気づいてないの負けてることにすら気づいてないのよもう論も晴れてないし俺に言い任されたのに気づいてないの頭悪すぎるの、うん、頭悪すぎるのメガホンありがとうわかった 頭悪そうだって言ってるうちであれだと侮辱してるんだ。頭が悪すぎるって、頭が悪そうだって。だからそれが人のぶ、人を侮辱してることなんだって。それ言いたいんだって。だって頭悪いんだもん、しょうがないじゃん。だから侮辱するなって人のこと。侮辱じゃなくて事実でしょどこが事実よ。頭悪いじゃん。気づいてないんだって。だか,だから全詳しく説明しバカは死ななきゃ治らないんだって、俺が言ってるこ説明しろで1から10まで説明してるの、今、説明してる。まずね、おつっていうのとととつっていうのを読み間違えたでしょね。 で、論破のことを、論,論破のことを論波って言い続けないでしょで、今度論破って何って言ったら、LINE グループではそれは日常用語だって言って、俺は、ね、工辞園とか国語辞典とかに載ってる用語なのって説明したら、わけわかんないことを展開したでしょで、今度は漢字コンクールで俺は上位にいたんだって言っても、失笑なんだって。もうみんなお前のことバカにしてんのだだから自衛隊の人も同じ気持ちで、お前のこと、うん、ね、お前はバカなのに突っかかってくるからムカついたんだろうね。それはいじめられるよ。 っていうことを説明しただけなの。で、もしお前が国家公務員で雇っててね、もし公務員で助けに来たら俺は国が終わりだと思うから、お前はやめてよかったよって言ったの。国を馬鹿にしたんじゃなくて、お前を馬鹿にしたの。あ、わかった、わかった、あ、わかった、すごいね、すごい,、はい。あ、わかった、すごいね。あ、そうです。それはお前の言い分だけな。はい、俺の言い分じゃないよ。うん、言い分だ、お前の。反論ね。あ反論って言い分だ。それはお前の言い分だけ。お前勝手に育てさせてるだけ。うん。で、わかった。全部そんなもん、お前のあれでしょ。 口,口,口がうまいからさって言ってんでしょさって。お前配信用で口うまいに決まってるやん、お前。分かってないのか、お前。口がうまいからさって人をあれだわないはめる気なんだろ、お前。んうんそれは思ったことを言っただけなの口がうまいの分かるべや、お前は。配信してんだから。なんとも言えるだろ、そんなこと、勝手に。悪者にするなや。おい。 勝手に悪者にするっての悪者にしたんじゃなくて、ね、君が、そういうことを指摘とでも言えるんだっちゅんだ。口がうまいからじゃなくて、うん、ね、わかるタクシーさん。あなたが配信上で僕に対して言ったことに対して、僕は反論をしたの。ただそれだけ。あなたに対して何もない。だから、何を言いたいのか明確にして。あなたはもう、この前の配信で乾杯したの。してないんだ、勝ったと思ってんだ、こっちは。<laughs> バカかお前こっちが負けたふりしてるんだっちのこっちが降りて負けたふりしてるんだっちのうんうんいいんじゃない勝手にお前勝ってると思ってんだべうんいいと思うよこっちは何もね本気出し売言ってんのないんだわはっきり言って分かった分かったかわいそうだからお前立てちゃっただけなんだよお前 あ、そうなったんだ。そうだよ、当たり前だろ、お前。お前の配信なんでそんなこと言わなきゃなのねうん。よかった丸潰しになっちゃうだろ、お前の顔が。変なこと言ったら、あまり。だけら丸い収めただけなんだよ。丸潰しにするのが喧嘩突然で、お前が望んでたわけじゃないの。違うよ、そんなもの。沸かせるためだよ、多分。た足沸かせるためだって。丸い報告だって言ったべ。お前さの前、昨日さ、コラボ配信やってたよね。やってたよね、昨日の夜中。 夜中夜中だか朝方だか昨日やってたでしょコラボ配信どこでふわっちで自分がうん7って内容やってなかったやってなかったいやじゃやってたかどうか知らないんだじゃあいいわじゃあいいわどっから聞いたそんな話いやお前がやってたよだから証拠あったから証拠あって俺見たもん閲覧ゼロだったよだ証拠出して早く証拠出してじゃなくて女の人でやってたでしょ昨日だからゼロゼロって証拠出してたら え何認めらんないの初。初証拠出せしたら今から。初え何自分がやったこと認めらんないの？お前女の人とコラボやってたじゃん。コラボ。初。証拠出せったから今からさ。何証拠って？いや別にいいわ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 ,いいわごめんごめんなんか触れちゃいけないことだったんだ。いいわいいわ。何関係あるそんなことでいちいちつかがってくるい。いやいやいや閲覧ゼロでコラボ配信やってて。うん やってる信の関係ないだろってそのお前に。何関係あるのいや、だから、よく配信,配信論信っかかってくるなと思って。うん。やってるやってる関係ないだろってそんなもん、いちいち。誰か、次のリクエスト来たら落とすよ、タクシー。もう話にならないから、次のリクエスト来るまでこいつ遊ぶわ。こいつって何か何よ、お前。こいつって言い方。いやこいつだよ。お前のことでだそれ。それを訂正しろって言うんだ、お前。なんで言い方ないべ、そんな言い方。 え,え、俺の言い方は俺で決めるよかこいつつ何よって。うん。お前のことこいつって言ったらダメなのダメでしょ普通なんで。なんでなんでなんでそういうね、水かけ論みたいなことはダメだっちのお前の。どこが水かけ論なの、うん、お前、今言ってることは水かけ論だ。全部。水かけ論の意味分かってる。ティッシュあるよ。素直に入って言えって、お前。なんでお前の言うこと聞かない,とい,ないんだよ。素直に入って言えよ、ほら。 反発する一一回一回いっぱいいっぱい反発するなって。てっておい反発するなお前。何を言ってんの俺お前の部下じゃないけど。部下で、ね、決まってるよお前。じゃ、うん、なんでお前の部下で分かりきたこと言うなお前。分かりきたこと言うなっての。うんでしょで何、うん、でお前の言うこと聞かないといけないのお前みたいなゴミの。お前はゴミだから。 んどういうことどういうことなんでお前の。お前が自体はゴミだ理うを理由を聞いてんの俺がゴミだからお前のことは聞いてないんだわ。こっちから一方的に言ってんだわ。じゃあ聞かなくていいじゃん、別に。うん、お前のこと聞いてないよ、一つも。こっちが確定に果て出しんだわ。はぁ。うん。お前のことは聞かないよ、警備してるから。うん、一切聞かないよ、あ話。聞かなくていいよ、全然。うん、こっちがただ言ってるだけなんだわ。お前の変化はしないで。そうじゃなくて、話が分かんないかもしれないけど、お前の言うこと、要はタクシーの言うことなんで俺が聞かないといけないのって聞いたの、俺が。 だか聞かなかったら聞かなくていいってだから、うん、いいのじゃあ聞かなくてい聞かなくてもお互い聞かないからああこっちも聞かないでほしいでしょでところで何をしに来たのこの枠にだから前の続きだって、うん、前の続きっていうか俺前のことは前のことでもういいから、うん、君の勝ちなんでしょ終わったんでしょだったらいいんじゃないいや負けたって言ったでしょほんと何ごめん名がきつくて何が言ってるかわかんないから標準語使って 負けたって言ったでしょって。誰があ,かあの、主語と術語ってわかるだかそんな話してないんだわ。今そんな話してない。違違う違う違う日本語ができないから、うん。勝手にね、そういうふうにするなって。変えるなって話て。そういうふうに言って何だから質問に突っ込むなっていうの。一回一回。わからない。何言ってかわかんないんだから質問するよ。うん、そうん、そう。だから聞かないからこっちは。全然そのこと言ってること、うんうん。お前のことは聞かないから。じゃ別のトシャさん来たから、バイバイ。 もう、投げよ。長いもう、長え。確ごめん、ごめん。はい、ええ。ええ、とんでも、お疲れ様です。僕、短いんで、あの、バンバン、バンバン、あの、ね、アンチトツバチ行ってくださいね。はい。ええ。えっとね、で、俺、あれなんですよ。まあ、アンチトツバチってことは、本当はアンチ的に言いたくないんだけど、はい。あえて、アンチ的に言いますよ。 あ、晴巻さんが僕に対して。はい、どうぞ。はいはい。あの、俺ね、前、あのー、和藤さんに、はい。あのー、LINE で、うん。エピホーンのギターが、チューニングがどうにもなんねえと。はいはいはい、ならなかったですね。はい、あの時。はい。はい、あ、覚えてくれてるんですかえっと、ごめんなさい。会話の内容まで覚えてないです。ああ、はいはい。はい で、まあ、いろいろ、あの、教えたんですけど。はい。で、まあ、俺、和ーさんに言ったんですよね。はい。あの、ば、まあ、格闘技もいいんですよ。格闘技もいいし、まあ、いろんな人生一回きりしかないから。はい。じゃバンド組もうぜ、みたいな。はいはいはい、思い出しました。えー、は,いはいはい。えー、はいはい。で、どうすかあの、ギターの練習、ギター、どんだけ上達しました ギター全然ですね。全然で。マジっすか。はい。なんですか。ギター嫌いになっちゃったんですかいや嫌いじゃないですよ。今、えー、忙しくて、捨て頃と、えー、あの、シルバーとかが。ええー。でも、忙しくても、曖昧まで、たった30分でもいいから、弾いてるだけで違うよ。そうっすよね。そうっすよね。えー、えー。はい。練習しましょうよ。そうっすね。 もうギター嫌になっちゃったいや、全然嫌になってないですよ。ちょっと、ちょっと弾いてみて。あ、ごめんなさい。今、あの、壊れちゃってんですよ。ペグが。ペグペグ壊れちゃって。ペグ壊れたのなんで壊れたのちょっと、ちょっと、まあ、機材トラブルネジが外れちゃって、今、チューニング狂ってるんですよ。弾けないですよ。やっぱ、ここはさ、あの、ちょっとギブソン系は高いから、 フェンダー買おうよ。あ、僕いい、いいんすよ。あの、エピホンの、あれで、レスポールで。じゃあ、エピホンのレスポールだったらそん、そんな、あの、ショートスケールじゃなくて。はい。あの、モノホン買いましょうよ。いや、金ないもん。そのなんで、俺より稼いでるらしいじゃないですか。いやいや、それ、わかんないですけど、春巻さんのいのは。春巻さんは。全然稼いでないですよ、僕は。俺なんか、ね、月収ぶっちゃけ35くらいっすよ。 いやそれ以下ですよ、僕。でもさ、でも、え、ちょっと、ワドは音楽のジャンル的に何が好きなんだっけ僕、メロコアとか、スカパンクとかですね。メロコア、スカパンクか。はい。まだ、いや、若いよね、やっぱりね。だったら、やっぱ、ハンブッカーの方がいいじゃん。ああ、まあ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 、進歩的に歪ませてってことですもんね。ねえ、よう知ってんね。 だから、買おうぜもうエッグホンもいいよ。いや,い,やいや、いや僕、ほんと月18万ぐらいしか稼げてないんで。なんで、みん、じゃあみんなで支援しようぜ。あ、いやいや,いや,いや、ね、もうギターは嫌らしいですよ、リスナーさんが。や,はい、やっぱりギブソンのさ、ちょっとレスポールあたり一発別にさ、スタンダードでもね、はい、何でもいいから、その辺35万とかだけど、はい。じゃあ一発買って、はい、愛着つくから、絶対。 いや、もちろんもちちろろんん、はい。そうだと思います。そしたら絶対に、ね、音、はい、弾いて音がまずいいから。そうっすね。うん。うん。倍じゃねえし、おいあ。ごめんね、コメント読んじゃって。あ、いいいい、いい、配信あんまりしてねえし、俺。うん、はい。はい、うん。うん。うん。だかさ多分、WADO は、WADO、はい、のパーティーでわかるんだよ。はい、ど,どういうことですか あのーはい捨頃、捨てろ捨てろっていう枠が終わったら、はい、次のまた面白いものを探し出すんですんだよ。そうですね。ああ。はい。で、そそれが音楽、絶対お前は音楽っていうのは絶対、ね。うん。うん。絶対音楽欠かせないはずなんだよ。はい。うん。はい。やろうぜ。うん、そうですね。 乗ってねえな、乗ってねえん。本当に、あの、時間がないですよ、今。あの、やることがあって。はい。う好きですよ、もともと。はい。でも、毎日30分でも、あの、練習すれば全然違うぜ。そうですね、そうですね。うまくなりますよね。そう、なるなる。はい。だから、渋谷のキングも、三味線とか言われてんじゃん。 かない。渋谷のキングさんの放送見たことないんであそっかはいでも渋谷のキングだって頑張ってるんだしはいだからさワードワードもギター頑張ろうぜあ頑張りますありがとうございますうんうんじゃあまたなんかアンチ的なことがあったら機会があったらうんはいどうも失礼します 映像きた。なんで固まるんだろうな。映像固まったよね。うん？ああテーステース。くるくるな,なんだこれ。ああテース。あ来た来た来た。あどうもどうもお疲れ様です。はい次の方どうぞ。次の方どうぞ。 明日、江戸川で会える。会えないです。ごめんなさい。申し訳ないです。僕、江戸川にいないです。はい。江戸川にはいません、明日。うん、いや、俺、顔に、ね、コミュ障なの分かるでしょ、これで。コミュニケーション、コミュ障なの分かるでしょ。苦手なんだよ、人との会話。うん いいやいや,いや悪いじゃんなんか悪いじゃん、うん、せっかく電話かけてきてくれたのに、うんうん、えもう終わりでいいのじゃあアンツいないアンツいないってことで終わりでいいの、うん、オッ OK 終わりで <laughs> なんだこれ 分かっただいたいみんなだいたいアンチがどういう人か分かったそれだけ伝わればいいわ俺は俺に噛みついてきて花火投げなくて俺がイライラするの分かったでしょだんだん相手したくないのだんだん分かってきたでしょうんまあじゃあこのまま普通に雑談しようかもったいないから、うん、せっかく枠開いたしうわーごめんごめんごめんうっせえごめんごめん ごめん、びっくりしたよね今いやこんなもんだよいやこんなもんだよ実際ほら何人も会ってきたから分かるんだようんいや別に文句がある人全然受け付けるよ文句がある人でもこんなもんなんだって大丈夫だった音楽聞こえてる今 BGM 入ってる 人間関係の薄さって何うん。人間関係の薄さって何いや、会話ができないんだよ、そう。まともな会話ができる人が、ね、いないんです。いつも言ってるじゃん、アンチに。お前に必要なのは鏡だよって。<laughs> 俺の問題じゃないよって。日本語がで、そう。初見さんありがとう。面白かったらフォローしてね。うん タでも名前よくく上がってくる聞こえてる、うん、いや話うまいっつうかさ俺としてはさ話のうまさアピールしてるつもり全くないのそうじゃなくてあの普通に会話できんの普通に会話しようよって言ってるだけなの話がうまいとか下手じゃなくて会話が成立してないパターンだからびっくりするよお前 ちょっと換気するわ目が痛い寒いけどタブセタブセには似てないよ、うん、タブセめっちゃイケメンじゃんそうレベルが低いの分かるでしょ だからアンチコメントにまともにやり合っても意味ないん日本語が通用しない人だから、そもそも。そもそも意味がないねえ、そろそろお腹減ったね。あ、フォローありがとう。フォローありがとう。花火欲しがるのをやめれば花火上がるのまだ気づかない。プロなら気づけ。いや、花火は要求しないと上がらないよ。花火くださいって言わないとダメだよ。逆だよ、逆。 花火要求しなかったら配信者は絶対花火上がんないよ、うん、こんな低レベルなアンチで配信邪魔されてると思うとかわいそうすぎるいやこんなのいっぱいいるんだよニコ生の頃から分かってんの、うん、だからルサンチマンって言ってルサンチマンって何なのかっていうと自分にコンプレックスがある収入が低い配信で閲覧が低い仕事がうまくいってない奥さんがいない童貞だとかそういうのを俺にぶつけてるだけなんだよ そういういのを俺にぶつけてるだけだからそんなのやりとりしても俺の問題俺が嫌いとか俺のことがどうこうとかいう問題じゃないの本人の人生がうまくなってないからうさばらしちゃいだけな、うん、悲しいでしょだからブルーハーツの河本ロとか言ってたやじゃんあの弱いものがさらに弱いものを叩くって、うん、強いやつは叩く必要なんかないんだよ そういやさっきコメント拾ったよ27号さんそういうのは上げてから言おうよ花火を上げてから言おうよ花火上げないと意味がないからルサンチマン心理学の用語だね一つえっ、ー、とね金杯さんのモデルは3万5千円ぐらいになると思う金杯さんに届けるモデルは3万5千円ぐらいになる いや、しょうがないのよ。不特定多数を相手にする商売みたいなもんだから、いろんな人が集まっちゃう。ちょっとトイレ行ってくるね。コラボ上がっていいよ。 が見出せない結局何言ってもあげないだけだ、うん。メガホンありがとう。メガホンありがとう。ね何言ってもあげないだけだから、うん。ただ文句言ってるだけだよ。<laughs> こんなの意味ない。こんなのこんなの相手にしたらダメだ何にも分かってないやつがただ俺の方がすげえって言いたいだけだから。マウンティングと一緒よ。 いや、上がっていいよ、全然。全然会話するよ。まあ、的を得てたり認めるんだったら認めるし、俺も。あ,あ、こいつ言ってるの間違いないなって。うん。27号さんみんな聞きたいって意見が。みんなが聞きたいってよ。 そそそそうそうう俺ってそうそうそうコラボコラボっていうの申請っていうのがボタンがあるから申請ボタンを押せばいいスマホでスマホでやってるんだったらコラボっていうボタンがあるはずどっかに画面の中に初見ですいませんがアクセショ人なんですかアクセショ人ではないですねアーティストですブランドオーナーですね 3万5千円ぐらいしちゃいますね。ハンドメイドなんで。ふわっちって花火も含めたアイテムをもらう場所なんですかそうですね。はい。そうですよ。僕らはアイテムで成形立つてるんで。応援してくれる人はアイテムください。そういうことです。15号さん。ちょっと待って。 待ってね